はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水 P です。いつもありがとうございます。今日はね、皆さんが得意か不得意かは分かりません、右端10番ピンの狙い方ということでね、やってみたいと思います。まず基本的にね、右投げの場合の方、対角線に投げることはまあ基本通り習ってる方多いと思いますが、どれぐらいの角度やねんっていうところがね、ピンとこない人結構いらっしゃると思いますが、まあ、私水谷がね、そんなに天秤は上手ではない方ですけども、普段3通りの投げ方をベースとして、天秤のアングルを狙っております。でその1個目が、4番スパット20枚目よりも右側を使う、そして真ん中20枚目を使う、その左側23枚目ぐらいを使うというふうな感じで、シチュエーションに応じてですね、角度を変えております。で今日はね、その3パターンを紹介したいと思いますので、興味のある方は最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それではですね、僕のまず基本的な天秤の取り方ということで、いつもだいたいね、真ん中のスパット20枚目ぐらいを狙って投球をしております。つま先はね、だいたいいつもまあ臨機応変ですけど20、30枚目ですね。つま先を置いて、真ん中のスパットへひたすら狙うだけという感じなんですけども、こういう感じですね。はい、一発目からうまくいってよかったなみたいな感じなんですけども、まあ、もう一回いきましょうね。でまずね、天秤からずーっとまっすぐ20枚目までを結んでいただいて、そのままこの延長線にリリースが来るように考えているだけなんですけども、まあ、これがね、言うても難しいんですよね。もう一回いきましょう。天秤の前から20枚ずっとまっすぐ結んできていただいて、大体延長線に来るところが、大体スパットじゃない落とす位置、ボールの投げる位置から言うと30枚ぐらいかなになるようにイメージをしてるんですが、ひたすらね、その線の前に通すだけなんですけども、ちょっと左行きましたね今ね。はい、行くと、まあ、もちろん単純にミスということで、今のは完全なる打ちミスということですね。もう一回行きますね。はい、今度ね、9番に当たらないように投げたいと思います。はい、右足のつま先を30枚に置いて、構える向きはね、もうひたすら手が20枚伸びるようにだけです。こういう感じね。ちょっとでも今のでも22ぐらいを通った感じではありますけども、まあそこは幅があるということでね、いいと思います。はい、もう一回いきましょう。ボールはちなみに、エベさんのシュアラインハードというのがあります。これがね、僕は1投目のボールは15なんですけど、スペアだけこれ多分ね、ドリル前が14の0やったんで14切れてますね。で軽いので振り回しすぎないように投げるんですけど、はい、もう一回いきます。はい、まあ、こんなもんでしょう。多分ね、この前の動画やりましたけど、客観的主観的という表現しますけど、自分の中で20枚通してるつもりでもね、実際おそらくこれ動画見直したら22ぐらい通ってるかも分かりませんね。はい、それぐらいの誤差は自分の中で分かっていれば OK だと思いますのでね、人に言われたから自分がこうだからって言って変える必要は特にないと思います。自分の中で今20枚と思えば20枚なんで、それが常に一定していれば僕は問題ないと思います。あそこがね、今のところ投げたらボーリング場によってはめちゃめちゃスライスしているように見えるセンターがあると思うんですね。でそういう時は僕も20枚で取ると怖いので、対角線を減らします。18枚目ぐらいをめがけて取る時がありますけど、まあ、単純平行ですね。18枚通したいので、立つ位置も28枚目に立っていただいて、そのまま平行移動、平行移動ね。はい、ちょっと怪しいけど、今のこそ20枚ぐらい通りましたかっていうところでね、もう一回行きましょう。なかなかね、まあ皆さんもそうやと思いますけど、
10本ピンがあるときに天ピンだけ狙う練習ってしっかりしてないとイメージが出ないんですよ。やっぱりスペア狙ってるのにストライクの意識が出てしまうとかね、10本あるときは違和感を感じるとか、そういうこともあるので、はい、もう一回行きましょう。はい、ボールの出し方だけ注意してね。はい、18番目になります。こういう感じね。はい、こうやって投げたらね、多分今ご覧いただいてるスローを見てもらうと、若干ボールでスペアボールとはいえよれてってると思うんですよ。で、あそこが曲がってくるセンターと曲がらないセンターがあるので、要は今みたいに曲がってくるセンターの時は18枚は使わないですね。もっと大学生をきつくするので、もう一回20枚に戻って、あ、30枚に戻って20枚目通すようにしてみたいと思います。いきますよ、ゆっくりね、ゆっくり。こういう感じで、まあ今日の僕のベストラインはやっぱあそこでしょうね。はい、で18の時はやっぱりちょっと手前で曲がって取れてないようなところにボールが行っちゃってたので、今度は大会の後半戦ね、めちゃめちゃボールがもう遅くなってスペアボールでも曲がっちゃうという時ありますよね、届かない。その時はもっと対角線をきつくするので、さらに左スパッドで23枚とか25枚ぐらいから投げるようにしたいと思います。立位置が、今度ね33枚まで寄っちゃいましょう。はい、33枚まで寄ったので、今度は23枚ぐらい目がけて4番スパッドで左ですね、対角線きつく、こういう感じね。はい、ここまで行くと、まあオイルって真ん中がたくさん塗ってあって端が少なく設計されているので、真ん中のオイルの一番この高い部分を長く通してますので、より変化がしにくくなったということで、今の方が遅くなればなるほどより有効的なスペアになってくると思われます。はい、もう一回いきますよ、23から5の間ぐらいね、いきます、こういう感じね。はい、これも確実ですね。はい、今日の被災のレーンならあれぐらいの方がいいかもわからないですね。はい、あの投げてないレーンに入ってるんですけど、オイルが今月短いので、よし、ということでもう一回おさらいしていきましょう。大体3通りです。大体3通り、センターの環境とかによって変えていきますね。レーンコンディションのシチュエーションとか板の質とかによって、同じ天秤取るにも、スパットは3種類ぐらいを使うように工夫をしております。まず一番ね、僕の中で右端、18枚から17枚ぐらいの通すときはこの辺立つ位置ね、28枚立ってちょっとボールが曲がっちゃうので計算しましょう。こういう感じね。はい、ちょっと曲がってるけど取れました。基本本でね、天秤を狙ってるというものの、僕は天秤の真正面というのはあんまり狙わないですね。6番と10番の間ぐらいに行くようにいつも心がけてます。の方がね、天秤1本だけ取ることってほぼ少ないので、6、7、10とかね、スプリットになった時ぐらいしか天秤正面狙わないんで、まあ、チョップしても困るんですけど、基本的には6と10の間を狙っております。はい、じゃあ次は20枚目、2番目ですね。はい、行きます。ゆっくりね、ゆっくり、こういう感じね。はい、 OK。 これでも被災はね、多少多分天秤の手前、今ちょっとボール曲がったと思います。まあ、幅のあるスペアっていうのかな、あそこがボールのスピードのない方とか回転の多い方はね、最後曲がってしまってミスっていう人が多いということで、最後は一番左によって対角線をもっときつくしたいと思います。はい、33枚目からスパットは23から5の間ぐらい、ゆったりね押し込みましょう。
はい、OK。全部ね、うまく6番、10番の間を通ったと思います。はい、ということで、まあ、バリエーションはね、たくさん天品を取るにしても、作っておいた方がいいと思いますので、日頃の皆さんの練習を、楽しみにしております。ということで、本日の内容、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。